ボールを筒から取り出す実験ですけど、深い筒で試してみます。用意したのは直径5センチのボールです。これを、筒の中に入れてみましょう。筒の内径は直径 6.3 センチです。ドライヤーで真上から吹いて風を当ててみます。これはなかなか出る気配がありません。そこである工夫をして取り出してみます。ドライヤーの先に透明なビニールホースをつけてみました。これを使って先の方まで空気を送れるようにしました。ではやってみましょう。このようにすると空気を先の方に送れる。それで狙ったところに空気を送っています。ボールがきちんと取り出すことができました。